先ほどログインした時に、いつもだったらこの時間結構人いるのに、だいぶ少なくなってきてるんですよね。パドラーがいる。まあ、月末に差し掛かってるっていうのもあるんですけど、徐々にサーバーの人数が減ってきてますね。マップを確認したところ、ウォータープラントに15分箱が湧いてるっぽいんで、ちょっと見に行こうと思います。まあでも銃声とかはしてないんで、もしかしたら、中身ちょっとだけ残ってて、まあ、ボックスマークが消えてないだけかもしれないけど。人に見えた。ウォータープラントやってきたけど人の気配ないっすね。え、開いた。ちょうど開いたぞ。撃ち合ってる。取られたかな。ラグい。AK？ 裏から AK が倒した。見てるね。いけねえな、これ。うわ、だいぶ追いかけられてる。崖。崖なんだけど上がれない。くっそー、逃げ切れなかった。二人組。え？洞窟の上で石取ってるやついる。え？目の前なんじゃないこれ。あ、やばい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 。水道管ショットガン。起こすか。はいよ。クリスマスプレゼントとか言ってんね。これ戻すか。硫黄も返そう。拠点強化進めたいんで、ジャックハンマーで石を取ろうと思います。今までセーフゾーンの近くの拠点強化渋ってきたけど、人数割と減ってること考えたらワイプまでもしかしたら抜かれないかもしれないっすね。いいね、結構石湧いてるね。まあでも明るい夜だからもうちょっと石叩けそうですね。数分しか叩いてないんですけど、もう割と石集まりましたね。けど俺なんでこれ金属片持ってるんだろう。間違えて拠点から持ってきちゃったか。白石3000を木材1万に変えようかな。落ちるかも。落ちた。工具棚クラフトの時間短縮されたんで、時間管理大切だ。常に右クリしとかなきゃいけねえわ。無事帰宅。木の扉の拠点ができてる。
火炎放射の焼夷は入らなさそうだな。めちゃめちゃ霧がかってんな。ほとんど奥見えねえ。ん？ショットガントラップの音。風化してる拠点がある。アイテム余ってるかな。お、入ってる。おいしい。お、スクラップ175。資材系もある。レベル3ベンチ取りてえな。うまいうまいうまい。久しぶりに風化拠点見つけたぞ。1階部はまだ見れないのかな。もうちょっとかかるね。まあ当然探査あるよな。高さでずらしてる拠点だな。これ建築すげえむずいと思うんだけど。お、箱ある。入ってるね。あー、木材おいしい。またタンスに変えて持っていかなきゃいけないという。あ、こっから下行ける。メタルマスク、工具棚できちゃいそうで怖えな。ジャックハンマー、いや、これ怖えな。ショットガントラップありそうだな。ゆっくり行ってみるか。ない。なさそう。うわ、これめっちゃうめえやつ。うわ、でも取られた後か。あ、でもタンス中入ってるね。部品系。風力発電機すごいな。なるほど。あ、ロケットランチャーの筒。爆薬炸裂弾。うわ、装備ぎっしりだ。ちょっと一回塞ごうかな。入ってこれないようにしよう。ここまだ見てない。うわー、武器めっちゃある。おーおーおー、マジか。両開きか、これ。ここも両開きだ。あ、ここの欄見てなかったけど、AK とか入ってる。とりあえずこれで塞げたかな。持っていきたいものがありすぎるんだよな。とりあえず一旦持って帰ろうかな。スリーベンチを取っちゃおう。よし。その拠点アクティブ。いや、やっぱ風化拠点マジで美味しいっすね。よし、無事洞窟に戻ってきました。めちゃめちゃ木が出てる。風化拠点で湧いて、よし、2回目の運搬。風化拠点があった場所はあんまり人の気配がないっすね。だからこそ自分が取れたという。よし、洞窟に入りました。ということで無事帰宅。風化拠点のアイテム、あと部品系を運搬するぐらいかな。まだ全て、運搬しきれてないですけど、まあ、今回で、武器とかね、装備系結構潤ったので、
洞窟拠点早急に強化して、まあ抜かれないようにしておきたいと思います。にしてもやっぱ風化拠点って正義だな。サーバーの人数もこれから減っていく一方だと思うんで、まあ、また風化拠点見つけ次第あさって洞窟だったりに運搬していきたいですね。